世紀の楽団は、1938年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。アービング・バーリンの原案による、自身の楽曲を盛り込んだミュージカル映画であり、ヘンリー・キングが監督、タイロン・パワーとアリス・フェイ、ドン・アメチーが主演した。4人とも前年の、シカゴに次ぐ顔合わせとなった。歌手のステラ・カービーは、サンフランシスコの、 とある酒場へ食を求めてやってきた。同じ酒場へ、ロジャー・グラントを指揮者とするバンドも食を求めてやってきていたが、ピアノ奏者チャーリーが楽譜を忘れてきてしまったため、ステラが持っていたアレキサンダーズ・ラグタイムバンドの楽譜を断りなく演奏。怒ったステラが飛び入りで歌い出したところ大盛況になった。これでステラとバンドは一緒に採用が決まった。 ことあるごとに口争いをしていたステラとロジャーだったがチャーリーが中を取りなしていた。またステラを加えたバンドは次第に西部でも一流どころで演奏するようになっていった。それと同時にステラとロジャーも次第に惹かれ合っていくのだがサンフランシスコを訪れていたニューヨークの有名な工業者ディリンガムがステラの歌を聴き ステラとニューヨークでの工業の契約を交わしてしまう。これに怒ったロジャーは、ステラ、チャーリーに絶縁を申し渡し、折しも世界大戦に参加することになった、アメリカ陸軍に入隊し、戦地へと出陣してしまう。2年が経ち、帰国したロジャーはステラを忘れがたく、今では大スターになっているステラを劇場に訪れてみると、ステラは、チャーリーと結婚していた。 失望し酒に溺れた、ロジャーだったが、新たな歌手ジェリー・アレンと出会い、励まされて、新たな楽団を創設する。一方、ステラの方も、ロジャーのことを忘れがたく、その気持ちを察したチャーリーは自ら離婚を申し出る。今度は、ステラの方が、新楽団を率いて逃亡するロジャーに会いに行くが、ステラは、ロジャーとジェリーの中を誤解し何も告げずに身を引いた。 ロジャーの進学団の欧州公演は大成功を収め、ジェリーはスターとなった。ジェリーもまた、ロジャーを愛するようになるが、ロジャーが未だ、ステラを愛していることを察すると、ロジャーの求婚を優しく拒絶するのだった。欧州公演から帰国したロジャーは、チャーリーと再会し、離婚したことを聞いた。チャーリーも、ロジャーの進学団に復帰し、共に、 ステラの消息を探したが見つけることはできなかった。名前を変えて暮らしていたステラだったが、ロジャーの新楽団がカーネギーホールで公演することを聞いたステラは密かに会場を訪れた。最終曲の演奏中にロジャーは舞台袖にいたステラを見つけると、そのまま舞台へ連れ出した。昔と同じように、ロジャーの指揮するバンドの演奏でステラは、 アレキサンダーズ・ラグタイム・バンドを歌うのだった。劇中では、兄弟曲である、アレキサンダーズ・ラグタイム・バンドをはじめ、アービング・バーリンの楽曲が多数使用されている。ありがとうございます。